ってくる予定はなかったんですけど、サットンさんタコありがとうございます。なんか本当は今日もう泊まる予定だったんですよ、なんか時間がわからないのでみたいな、レッスン終わる時間がわからないのでなんちゃらかんちゃらでってなってたんですけど、そうなんか案外普通に早く終わってそう、それで帰ってこれた。釈太郎さんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。そうなんです、帰ってこれちゃったよ。っていうことで、まあ本日も配信していきたいと思います。もう久しぶりに新幹線で爆睡したんですけどなんか最近新幹線で寝れなくって全然、そうで、あ、寝れなくなってきたなーって、もう年かなーって思ってたんですよ。そしたらなんか寝れ、今日爆睡してきました帰り、うん。サイレントムーンさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。そうおはようございます。なんか寝る予定なくて、普通に動画見てたんです、 YouTube そう YouTube 見てて、で普通に見てる予定だったんですけど、なんか気づいたら目痛くて気づいたらコンタクトしたまま寝てました。そうで、なんかわあ動画見ながら寝ちゃったと思って、途中だ、でもどこまで見たかも分かんないしなと思って、違う次の動画入れてまた見始めたんです。そしたらまた寝てましたあ、でもちゃんと富山の前で起きて、なんか1回目は名古屋、違うやばい、ハルピョンどこに住んでんだ、長野の、間もなく長野ですって言われて、起きた後にあ、間もなく長野ですって言われて、あ、長野なんだなって思ってて、そうで、その次が20分前とかに起きたのかな。そうめっちゃ焦りました。え、だって普通にさ、あれかけ、アラーム、いつもイヤホンアラームかけて寝てるんですよ、寝ると寝ようって決めた時は。そうイヤホンにしか聞こえないアラームをかけて寝てるんですけど、なんか今回かけてなくて、起きて、え、待って、今何時って思って、その降りる時間じゃないよね、やばいと思って見て、あ、セーフの時間だと思って、めっちゃ目痛いと思ってそうそうそう。山下さんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。滝兄さんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます、ありがとうございます。そうだからめっちゃ焦りました。でもなんか最近は本当に2時間睡眠ができる、新幹線だけだけどね布団に入ったらもう無理なんですけど布団に入
入ったらもう何時間でも寝れるんですけど、そうでもね、コンタクトしたまま寝てたからね、見てお目目の奥二重が戻っちゃった。そうもうちょっと綺麗だったのに朝は、うん、悲しい。カナリンさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。そうそうそう、おはようございます。いっぱい寝ました。ね、今日富山風強かったみたいで強かったマジ、独り言、独り言じゃない人ごとなんですけどマジ独り言人ごとなんですけど、なんだっけ、お家の草花が倒れてました。そうで、え、なんでって言ったら、なんか風強くてってパパに言われて、東京めっちゃ晴れてた、めっちゃ暑かったっていう話。そう、北斗光栄さんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。正弘さんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。作太郎さん2周年おめありがとうございます面白うん、整形が戻っちゃったってきてる。嬉しい、整形してるって思われるくらい可愛くなれたってことですか、ありがとうございます。うんイエーイ。なんか本当に私は昔の写真と今の写真を見比べると絶対これ整形しただろうって言われるぐらいいや分かるんです、自分でも思うもん、昔の写真と本当に人変わるって。でもなんかパーツっていうんですか、そこら辺はそんなに変わってなくて、てかコンタクトして寝るだけで戻る整形ってさお金返せって感じだよねそれはそうだよね、うん本当にそう、いや本当に顔はねなんか変わりましたよね自分で言うのもあれなんですけど、私もその昔の顔と本当に並べたくないですもん。山内さんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。そう、うん、そうそう、変わったかな。でもそんななんかちゃんと見たらそんな変わってない。いや私整形するんだったらもっともっと例えばここの肉を落とす、え、肉を削いで、いらないところの肉を削いで、みんなが喜ぶところにつけたいですねはい、マジカナバナナちゃんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。そうですね、うん、そんな感じはい、うん、絶対それを一番にするな、うん、喜ぶところとは、え？え？私もわかんない、みんなが考えて一番自分はここだったら喜ぶなっていうところを想像するのが一番、イエイてか整形するお金あったら他に使うわ絶対、うん、え、何に使うかな、どんぐらい、300万ぐらい、え、何に使うかな、夢がある
ちょっと夢がある。さっつんさん、赤バラありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと待って、どうしよう。300万円あったら、何するんだろう。貯金して一旦貯金して、貯金すっかな。結局だめよ。ショパーハート、おかみさんハマりだ、ありがとうございます。貯金して、だってさ、今お金かかるわけじゃないじゃん。今よりもっと、多分今よりもっと、懐かしい、合宿したわ、もっときっと、そもそも300万、わかんない、いくらするんですか。いくらするんですか、調べたこともない。なんか、いや、もちろん全然反対派とかじゃないんですよ。全然それでその人が綺麗になろうって思ってやってるから、全然それはいいことか悪いことかっていう、そういう区別をすることでもないと思う。全然したい人がすればいいし、別にそこに関しては特になんていうの、したかったらしたらいいし、したくなかったらしなきゃいいし、って思うけど。にしちゃんさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。別に特に何も思わないです。したいんだらいいんじゃないって。ママがしたいって言ったら、それはして何するのって聞きます、まず。そうかな、して何するのって聞きます。そうだよね。それでさ、して自信持って、もっとその自分磨きを頑張ろうみたいな、そういうモチベーションと、私のメイクと一緒ですよ、レッスン頑張ろうって思えるモチベーションにつながるんだったら全然ありだと思うが、ママがしたいって言ったら、してどうするって聞きます。そうね。本当にね、誰かに迷惑かけるわけでもないし、確かにそれな、確かにそれな。でもいつまでも綺麗でいたいっていうその心意気はすごいと思う。私はそう思わないって言ったらあれだけど、私はまあね、これからね変えていこうと思ってますよ、もちろん。ちゃんと綺麗になろうって。整形するお金あったらママピョンライザップに通わせて、だそうです。だってだから多分ママ、いやでもママはライズアップ行っても無理だ。もうライズアップで永久就職しないと無理だ。そうだから全然いいと思う。人によってっていうか、まあ全然。お好きにって言うとなんかすごい突き放した言い方だけど、どうぞって感じ。したいならしたらいいし、したくないならしなきゃいいし。人にとやかく言われる問題じゃないんじゃないですかっていう。なんか私、なんか知り合いっていうと全然違うんですけど、私がその一方的に知ってるその恋愛リアリティショーに出ていた方もその整形しましたって公表したんですけど、それですごい人生が変わってみたいな。だからそうやってその
イエイってなるならいいんじゃないですか。うん、全然。てか何について言及しているんでしょう私は。本当に私は何について言及しているんでしょう。整形したことによって恋愛リアリティショーに出れてみたいな、そういう話をしてて、おーすごいなと思って、そうやって自信を、そっからそのもっとなんていうの、自分が綺麗になろうって思ってってなったら、え、よくない？まあ私はそれをするお金があるなら、まあライズアップに通わせます。はい、わかりました。はい、受ける。でも私のこっちの左目、右目、こっち左目、左目の二重は本当にもう何年前にすごいマッサージを片っぽだけし始めて、なんか本当にこのマッサージで変わんのかなって思って、そうなんか二重になるマッサージみたいな、私本当に奥二重だったんですよ両方とも。そうで二重になるマッサージみたいな一時期なんかすごい出てきて、であ本当に変わんのかなって思って、いや変わるか変わらないか知りたいから片方だけやろうって思って、片方だけやったら片方だけちゃんと綺麗な二重になって、片方はずっと、まあ最近まではちょっと広、もうちょっと広めの奥二重だったんですけど、今日寝たことによってそうちょっと狭めの奥二重に変わっちゃったんですけど、そうなんです。だからあマッサージで変わるんだって私の顔で実証されました、うん、その後こっちでじゃあやればいいじゃんって話なんですけど、なんかちょっとめんどくさくなっちゃった。やります。はい。やります、頑張ります。すいません、めんどくさいとか言いません。できませんは言いません、めんどくさいも言いません。言うな。言うな、めんどくさいは言うな、言っちゃうな。やりますって言ったけどやらんな、うん、どうマッサージ、なんかこうこういうマッサージです。うん、そうそうそう、そんな感じでした。ということでもう50やばい4分、はい、テックテックします。今日はこれコルミベイビーさんのポップティーンの付録です。そう、私カノンさんがめっちゃ好きで、あの野々村誠さんの娘さんがめっちゃ好きで、そうコールミーベイビーっていうアパレルバンド、バンドアプレルブランドを開いてるんですけど、このリップがめっちゃ可愛いと思って、そう欲しくてポップティーン買いました。カノンさんめっちゃ好き、めっちゃ可愛いな、マジあの方すごい綺麗な二重です。うん、本当に今日のこの30分の配信を二重について言及するっていう謎の配信だったんですけど、こんなんでよかったんですかね。超謎の配信、もっとなんか30分もっとちゃんとした話しろよって感じで。ああまあいいんです、こういうのも大事。うん、どういうこと。作太郎さんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。もっとねなんか普通にいつもみたいにさ、ウェーってしてる時にこういうさこういう話をしたらいいのにさ。なんでなんで今30分しかない配信でなんでその話をする。はい、ということで本日の、私のニアピョン、ん違う、テックテックショーさんはニアピョンはいませんでした。じゃん、9766本。
まあ思いのほかちょっと富山に帰ってこれちゃったのでそうだからちょっと歩数が多くなっております。ありがとうございます。ということでそれでは最後にキャッチフレーズじゃなくてランキングを読んで終わりにします。それでは行きます。1位作太郎アット可愛いとは橋本春菜のことである、イエイありがとうございます。2位山内さんありがとうございます。3位ママピョンとライズアップ通うバナナ、やばいやばい、ママの方がもうなんもう超絶通わなきゃいかんバナナちゃんはシュッとしてますからね。ママはもうズーン、バナナちゃん何人分だろうごめんなさい怒られる、やばい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 、お誕生日おめでとうママ、ごめんねごめんね、おめでとうごめんねごめんねおめでとう、あ3分前ごめんねおめでとう。4位ゆうごさんありがとうございます。5位さっつんさんありがとうございます。6位ジョークスノーさんありがとうございます。7位スーミン大使さんありがとうございます。8位、カーとピョンズさんありがとうございます。9位マー君とピョンズくんさんありがとうございます。10位赤花のソルティさんありがとうございます。11位あのねミッサが最高、イエイありがとうございます。今日も通知が来ました。12位あ通知ショールーム始まった通知ね。12位竹兄さんありがとうございます。13位すみちゃんあとママピョンハッピーバースデー、イエイハッピーバースデー、はいごめんなさい怒られたくないです。そして本日のラッキーエイト88位はてててカサさんです、おめでとうございます。はい皆さん本日は本当にありがとうございました。明日は通常タイムだってよろしくお願いしますということで今日はこんな感じの配信でしたがいいのか、ありがとうございましたということでおやすみなさいねえあはいお休みメール遅れませんでした、はいごめんなさ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 い、あごめんなさい。ということでニアいた、え誰嘘誰どちらさんどちらさん、やばい嘘でしょ、もうでも終わっちゃう、あどちらさん何歩？何歩でどちらさん？おやすみ。バイバイ、おやすみ。明日お仕事頑張れみんな。バイバイ。